旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるか、とても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが、引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば、覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか？父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのだな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。行くぞ、撃滅だ。私の相手で不服する。これぞ無双。バカ、私が負けただと。雪村、感服いたします。さあ腕輪をよこす。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄でもこき使われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。翔、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠だな。逃げ足は速い。相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからないが、兄弟はそういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか。面倒くさ。手荒なことはしたくない。すみません、嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近くに。急いで守らないと。
敵も意外とやるな。一度引き万全の状態に戻すとしよう。発射だ。やるのう。褒めて取らすのじゃ。気合だ。打ち取った。構わない。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれはダメだ。あまりにも強すぎる。私のせいでお味方がひどい目に。腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。止めなさい。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。だったり覚悟。よくやった。褒めてやろう。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にさせません。我が槍にて敵を罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。行くぞ。敵滅だ。ただの無謀か。それとも打ち取った。ここを通るつもりか。させぬ。すまない、及ばなかった。すまんが、俺は引かせてもらうぞ。俺に勝てると思ってんのか。これぞ無双。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。俺の腕見せてやる。示さぬ。あなたは真の三国無双。いいわね。
僕はナタ。腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。まあいいよ、僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトメ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。雪村、感服いたします。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか？はい、やるの。褒めて取らすのじゃ。資源、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会などめったにない。残念だけど、ここまでね。物分かりのいい子は好きよ。思い通りになってくれて嬉しいよ。ナオ、連兵として参上いたしました。ああ、もう降参降参、見るなり焼くなり好きにしてくれ。さあ本気できなさい、資源。私を失望させないことね。あはん、刃を抜けること、今はお許しください。この辺りが潮の効く、降伏すると潮を。みんな降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。バカ息子たちの世話をしてくれてありがとう。もうあなたは帰ってくれてもいいよ。家族で地獄を味わえるいい機会だったのに。半端に終わらせるのに。メリー人たちに。父上、ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたしまする。あなたという人は、この状況ではやむを得ません。亡き地平を見るため、あなたを救う。信長様、申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思う、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。
織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ますます謎は深まるばかりですね。